マジカルデスペア続きからやってきますよ。前回元彼に、元彼ではないし、まあ今彼でもないんだけども、まあグラシカルにキス現場見られましたね。いや見られてはいないわ。多分見られてたらもう戦争は起きていたね。うん。まあ続きやっていくよ。とりあえず、まあ一周目のストーリーなぞっていく形で、まあバスティーヌのところ、あ、違うな、バスティーヌとの交代がおろそかになってたんで、まあそこしっかり見ていこうかなって感じ。まあ、特にないか？あ、なんかある。イザーラマジクッソ嫌い。お、超嫌ってる。なんか知らねえが、確かにあいつは周りくどくてめんどくせえやつだよな。話聞いてくれてる。仲間になれる気がしてきたよ、ギギノセと。なんか一応こう、しっかりマップは探索しときたいんだよな。何もねえよな。まあみんなのとこ会い行くか。ここはひとまず。しっかり演じ切ってっかんな、ギギノセ。なんか犯人っぽいオーラが何もない。みんな集まってどうしたの？他の魔法使いが見つかったようです。ああ、お姉ちゃんとこか。それが何でも、アズマノ様の姉だそうです。え？どういうこと？アズマノの姉って死んだはずじゃ。実は生きてたって言ってるもんね。これどうなんだろう？グラシカルを追う前に話しかけていいんかな？あら、アズマノの身内なのね。すっかり受け入れてる。私はアズマノのこともよく知らないけど、俺も。皆さん、ここにいますが、魔物は襲ってくるのでしょうか？いや、来ないよ。いや、来るわ。張り紙の犯人は、この出来事のことは想定していたのでしょうか？ゲーム自体、魔物が勝手に決めたルールですが。アズマノの身内か？ここら辺は、勘が鋭いからもう気づいてるんだよな。いやー、アズネーハン、無事でよかったの。バロちゃん。迷子の子猫ちゃん。なんこんな可愛い立ち位置なん、君。あ、可愛い顔して。あの人はアズマノさんのお姉さんなんですね。私もお姉さんがいるのでわかります。お姉さんは頼りになります。可愛いな。メルロワって姉がいるんだ。私は4人兄弟の末っ子です。甘やかされてそう。4人って多くない？はい。なので私だけ年が離れていて、お姉ちゃんお兄ちゃんはとっても頼れるのです。可愛がってたろうな、お兄ちゃんお姉ちゃん、きっとメルロワのこと。つうことは他の魔法使いも生きてんのかな？でも会わねえってことはやっぱ死んでんのか。なんかこの会話は聞いた覚えがある。ところでこの場にいないイズアラとギギノセはどこだ？外にいるよ。ギギノセはエントランスで、イズアラは展望室の方じゃない？ふむ、そうか。怪しんでるね。怪しいものにはとにかく目を光らせてるね。さすがサザルカさん。こんにちは。もう結界の中で迷っちゃって、換気ダクトを抜けたらここにたどり着いたってわけ。もうセリフも特に変わんないかな。まあよろしくね。もうあっさり仲間入りしようとしてる。まさか段ボールに詰められるとは思ってなかったろうな。段ボール詰められるのも回避できるのかな。アズマノのお姉さんは死んだって聞いたけど。しかと、マジかお前。こっちが普通に聞いてるのにしかとするだなんて。えげつねえぜ。グラシカルに話しかけようか。おい。アズマノのお姉さんってどういうこと？死んだんじゃないの？推測ですが、偽物の可能性、または生き返らせた可能性があります。でも、アズマノが本人だと思うくらいの偽物なんているの？それに生き返らせるなんて可能なの？実際に生き返った例を見ていないのでわかりませんが、魔物の契約は実際にそれが可能なのかもしれません。恐ろしい能力だな。ってことは、アズマノが魔物と契約して姉を生き返らせたってこと？本当にお姉様が死んでいるのだとしたら、それしかありません。そっか、魔物の契約ってただの詐欺だと思ってたから意外。あ、そういえば、アズマノの件で思い出したけど、結局どうして未来史では、アズマノは殺されたんだろう。誰に殺されたかなんてもうわからないけど。ああ、その件についてでしたら、話を聞いた後考えてみたのですが、殺したのは私の可能性があります。え？は？え？どうしてやったの？こちらに敵意を向けている方を野放しにするのは厄介でしょ？マジか。この会話聞いた覚えないな、俺。多分。とはいえ、それはあなたに信用をいただけなかったルートの話ですから、今の私とは違いますよ。いや、発言。っていうか、あんた弱かったじゃん？まずアズマナに勝てなくない？正面からの戦いでなく、ただ殺すだけなら可能なはずです。やっぱ頭使って戦うってことなんだろうな。もう案の定、ギギノさんも強かったし。あくまで未来史の中の推測の話ですがね。あれ、ギギノさんいなくなってる。気になるなぁ。もうこういういなくなっちゃうと気になるんだよなぁ。なんかどっかでスチール回収できる気がするから探し求めたくなるよね。見落としはできない。こっちは何だったっけ？
ああ、戦闘したところか。いないな。試しに伊豆原にも話しかけてみっか、もっかい。ストーリー進展するかもしれないし。なんもないよな。あ、これ変わんないか、行く場所。いいか。じゃあちょっと伊豆原に会いに行ってみる。伊豆ちー。伊豆ちー。てかそっか、いるとしたらここら辺しかいないよな。だって場所的にもね、いないわ。なんか作者さんのツイッター見る限りはね、やっぱ結構マップを探索しないと拾えないシーンとかもありますよ、みたいなこと言ってたから。おー、ほらほらほら、ほら来た。こういうことよ、マップ探索とは。何仲良くしてんのさ、あんたら。ゲ、伊豆原と話してるの？ゲとか言われてる。なんだよ、その反応。伊豆原嫌いなので。本人の前で堂々言うな。で、確かにこいつ人をイラッとさせっけどな。でしょ？こちは？何その嫌そうな目。ゲギノセにまでちょっかいかけないでよ。ちょっとギギノセに仲間意識抱いてるバスティーヌ。はいはい。あ、これ焼き餅焼いちゃったんじゃない？なんだい？あれ？もうセリフ変わった？なんだよ。冷たみんな。終わりか。じゃあロビーに戻ろうか。いいね、いいね。やっぱこういうところをちゃんと見に行かないと。今、あれこそ、なんだろう。伊豆原と作戦会議中だったのかもしんないよね。アズネーのことはそれはそれとして、アズマノってシスコンなんだね。ちょっと可愛いところあるね。グラシカルは兄弟とかいるの？あ、いないんだ。いませんね。あ、戻ってきた。あ、で、これでパフューが切れるところじゃないかな。アズチーのお姉さんは死んだんじゃなかったの？何のことだ？あ、しらばくれてる。アズチー、もしかして、契約なんかしてないよね？知らん。返しが怪しいんだよな。ちょっとアズを困らせないでよ。アズチーは何が一番大切なの？姉さんに決まっている。それ以外などどうでもいい。なら、アズチーたちは魔法使いになるべきじゃなかった。ああ。パフィは他人のことをでも思いすぎな気もするけどな。結構ドライな奴ら多いしな、ここにいる魔法使いたち。なあ、ミルフィナもそうだし。あ、ミルフィナはそんなことねえか。ミルフィナは正義の塊だわ。セリフ変わるかな。この流れってゲームに関係あります？実を言うと正直なところ、私あまり他人の事情って興味ないんですよね。リリーユ冷たいね。事情はわかりませんが、皆さんが揉めていると悲しくなります。レベリー、泣いてくれてるんだな、俺たちのために。何あいつ。こっちは？ダメだ、仕方ない。あずまの冷てぇ。バルちゃん。にゃんにゃんにゃん。なんか猫になってる。つまり？よくわかんないです。メルロは？甘やかされてきたな、お前。ほぉ。疑ってんね、ササルカさんは。あ、いるよね。先にバスティーヌで話しかけようか。今ちょいと話してるとこさ。あ、会話に入れた。あのさ、パフィー、アズマノのことだけど。サザルカが。このなんか横切っていくシーンもなんか意味あんのかな。うん、バスチーたちも聞いたと思うけど、アズチーのお姉さんは死んでいるんだ。あ、伊沢ロも来た。やっぱり本人がそう言ってたもんね。アズチーは姉妹で魔法使いをしていて、魔物の討伐中に殺されたって。アズマノが魔物と契約し、姉を蘇らせたと考えるのが妥当だろう。となれば投票はアズマノに入れるしかあるまい。ってことは投票はアズマノに入れるってこと？まあ、そうだね。うん。まあ他にもっと怪しい奴がおったらわからんが、現状はそういうことやな。なんかメルロは、あ、違う、ミルフィナか、あれは。あっさり決まっちゃったな。この流れだと、イザラに投票は無理か。ワンチャン同票狙って、いや、同数狙うのは無理だろうし。まあ、伊沢はとにかく始末したいんだな。アズマノの件は全員に集中する。ここら辺もセリフは変わってないかな、特には。だね、特に変わりなさそう。魔物と契約するなんて愚かだわ。もうミルフィナが冷たい。バロちゃん。アズマノちゃんに投票か、しょうがないね。ここら辺も特に変わんないかな。ああ、なんかみんなに伝えてるね。アズマノさんが魔物になってたなんて、これギギノスどう思ってんだろう。グレーテンから事情聞いてたとこ。よくわかんねえが、投票が決まってよかったんじゃねえの？特になんか疑ってる感じもないしね。まあ、一旦セーブして、一応グラシカルに話しかけようか。はい。あ、違う。アズマノが契約したとしたら、その相手の魔物は、やっぱりイズアラだよね。おそらくそうかと、より監視した方がいいと思います。
伊豆原は先ほど2階に向かいましたね。私、伊豆原とは話したくないな。あんたが行ってきてよ。あ、これ交代しない方がいいんじゃねえか。どうしたの？あ、よかった。いやね、ここはもう俺バスティーヌ専門で行くよ。ずっとグラシカルで走ったし、バスティーヌ使った記憶ないし俺。いる。おい、お前どうなんじゃい。このマップ内に展望室ってあるだろ。はい。展望室って名前なのに写真が飾ってあるだけの部屋だよね。それが何か？ん？あれは本来48駅の最上階にある観光スポットなんだ。うえー、俺はあの場所が結構好きだった。あんたもこの駅に来たことあるの？あるよ。でもこの結界内ではゲームのステージとして構成し直されてるから、実際の駅とは構造が違うのさ。展望室も外に出られないよう窓ガラスではなく絵になっているようだ。ふーん。あれ、なんか普通に会話して終わったな。うわー、なんかイラストが埋まらないな、なかなか。こちらラブラブ？何？冷たい。仕方、もう冷たい、もうこの二人。一緒に仲良くしようよ。親睦深めよう。あ、ほら、もうパフューが羨んでる、この目。笑顔が怖い。笑顔が怖いよ。パフィさんの先はピリッときましたね。人によって先が違うので面白いです。先？私には全然わかんないけど。他の人の先ってどんな感じなの？このメンバーの中ですと、バロクロさんはザクンって感じです。もう殺しに来てんじゃん、それ。他の方はまだわかりません。とリリューは？皆さん何か話しているようですが、まあ連絡事項は伝えてもらえると思うので。終わりか。あー、じゃあ、やっぱグラシカルに変わって、ストーリー進めるしかないっぽいね。はい。じゃあ、交代する。じゃあ、行くよ。2階行ってたっけ？おい、会いに来たぞ、お前。アズマノ様が魔物と契約したようですね。おや、そうなのかい？アズマノ様の姉は亡くなっている。それが今ここにいるのならそうでしょ？へえ、そんなことになっていたのかい？それは知らなかった。ならばその姉とやらは偽物なのかな？あなたはどう思いますか？結界の中で死んだ魂は結界の中にあり続ける。それに肉体を与えたのならそれは本物じゃないか？では彼女はこの主催の結界内で死んだのですか？そりゃあここまで強大になった魔物であれば数ヶ月以上は準備期間があったろ。その中で死んだ魔法使いも人間も大勢いるだろ。なるほどなるほど。しかしだ。お、ああ出た、停電。あなたの話すと停電が起きるようですね。およい偶然だろう。勝手に紐付けてもらっちゃ困るよ。ここら辺でバスティーヌがもういなくなるんだな。俺の話してたからではなく、話す余裕がある時間だからスイッチが押されたのだろう。そういうことにしておきましょう。さて、しかし何でしたっけ？結界の中において時間は不可逆とは限らない。そもそも今見てる全てが魔物の見せている夢だとしたら怖いよな。結界の中の世界は作られた仮想の世界。ならばここで起きる出来事すらも仮想であるかもしれない。そこまで疑い出したらわけわからなくなりそう。そうであればそれこそゲームですね。仮にそうだとするならば、生き死にさえも架空の出来事だというのですか？そうかもしれないし、違うかもしれない。あんたは寝た時の記憶はあるか？起きたから寝ることができる。起きることができないならばその世界は本物だ。起きるまでは全て本当かどうかわからない。そういうことさ。難しいよ、アズチじゃなかったイズチ。バスティーヌがやっぱりいなくなる。もうすぐいなくなるんだから。今ローディング入ったね。なんかあったんかな。これはどうしたらいいんだ俺。グラシカルでバスティーヌ探索タイムに入ったんかな。じゃあここら辺はちょっと一旦スキップしようか。え？あ、アズマノさんが切られたみたい。そういえばこんなのもあったの。バスティーヌがいない。いかがしましたか？で、なんかダチが誰かに気づけられた。これも特に変わんないね、セリフは。したらなんかちょっといろいろと俺が回収してない分岐の選択肢見ていこうかな。ね。グラシカールじゃねえ。バスティーヌも出てこないしな。イザナの発言も気になりますしね。バスを探しましょう。もうこの時点でエレベーター閉じ込められてんのか？あー、特にないかな。あ、したらあのイザラ殺すシーン見に行くか。それぐらいしかもう、あとは、わかんねえんだよな。あ、でもイラストまだ全然回収できてないってことは、やっぱまだどっかで
買われたりすんのか。まあちょっと選択肢あるか見てくるね。はい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 、最初の選択肢、これは俺確か前回は考えるより行動で言ったよね。バスティーヌをこう真似してガンガン行動したけど、じゃあ今回はしっかり考えてみようか。でこの状態でもすでにエレベーターの中に閉じ込められている。えバスが捕まっているのなら助けなければ、バスは今どこに、いや先のイザーラと同じように嘘かもしれない。まず探さなければ、もし探して見つからなかったら、やはり皆に連絡して協力して見つける。しかしメンバー内に犯人がいる以上信用はできない。まず犯人が本気で誘拐したなら見つかるような場所にはいない。スキルにより見つからない状態にされていると考えた方がいい。そもそもあのバスであれば殺害はともかく、誘拐ならそう簡単に行くわけがない。殺害されている可能性なくはないですが、仮にそうであればこれは私を狙うための嘘。犯人は魔物なのか、魔物でなければやるはずがない。犯人は可能性として最も高いのはイズアラ。イズアラを問い詰めるか、しらばっくれるに決まっている。イズアラの本当のスキルは別にあって、それによりバスが捕まっているなら、めっちゃ考えるねグラシカル。イズアラを殺せばスキルは解除されてバスは助かる。イズアラが犯人でなくとも、殺せば犯人の言うようにバスが助かるかもしれない。もうイズアラ殺すルートしかないこれ。どちらであってもイズアラを殺せば、鬼みたいなストーリーなんだけどこれ。かわいそすぎんあいつ、殺されるしかないの。グラシカル落ち着いて考えて、ここにいるよ。ダメだ。じゃあイザラ殺し行く？もうあれ戻るじゃん。もうちゃい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 。イズチ殺し行くっち？これはみんなでお話し中だね。バス見てませんか？これは会話進んでないっつうか変わってないね。バラクロ、またですみませんがバスを見てませんか？バスちゃんはすぐいなくなるね。停電の前に改札付近にいたのを見たのが最後かな。その後は見てないね。そこは俺らも一緒に見てるからね。じゃあイザラに会いに行くよ。いるー。もう知らないからね。まあ、一応殺さないルートも見てみようか。バスが見つからないのですが、何かご存知ありませんか？それは大変だが俺は知らないね。でも俺は大切なものから離れないよう忠告はしたはずさ。ごめんなさい。怒ってる怒ってる。ダメだダメだ。前回連打しすぎて殺しちゃったからね。これは罠の可能性もある。止めておきましょう。もう一度あの電話のところに戻って調べてみよう。何もせず待つってのもあるね。あでもこれは確か前回待った結果殺されちゃったんだよな。確かグラシカルに投票集まってじゃなかったっけ。バスを見てませんか？見てない。知らない。刺さるか。やっぱ現代人だな、みんなスマホばっかいじって。俺もそうだけど、スマホいじれなきゃ死んじゃうからな俺も。こっちか。レベリーがいないんだよね。え、え、今のはおそらくレベリー。なぜ治癒、早く止血し、グロい、早くバスを見つけ。バスはどこ、見つけな、ちょは、なんでレベリー殺してきた？もう疑うやつ多すぎん？これは殺す前か。結局やっぱイザラはもう殺さなきゃいけないんだよな。これはやるか。殺すぞ俺は。なんか かわいそすぎる。いや でもこれまだ次の未来があるから。結局ね、変化が起きないということはイザラは魔物ではなかった。もしくはまだ魔物がいるとなれば、やはり東の様か。電話の主は私が殺したがどう判断するのか。電話のところに戻ってみよう。これ電話のところ戻ろうとすると、あれだっけ、ムツクモが待ち構えてるんじゃなかったかな。もういざらに申し訳ねえ。あ、なんか移動してる。なんだよ、いや俺のセリフだし。なんで移動したし、お前ちょっと気になるやないかい。あでこれで血の匂いがあってところか。まあ、ここら辺も、あ、ここの選択肢もちょっと見てみようか。多分回収できる気がすんな。これしらばっくれてみるか。前回は正直に言ったんだよな。バロクロ様、何のご用ですか？そう人をからかうのは失礼ですよ。グラシーちゃんとイザーラちゃん、どっちが悪い子なのかなって。なぜイザーラ様の名前が出てくるのでしょう。私は彼と大して関係ありませんよ。嘘つくね。ふーん、そうなんだ。関係ないんだ。へえ。
私は早くバスを探さなければなりません。失礼させていただきます。あ、何もない。にゃんにゃん、かわいい。でも今回はこれでバロクロが俺の仲間にはならないってことなんだろうな。あ、落ち込んでる。え、こんなのあったっけ前。サザルカさんがお前すぐ誘拐されそうだからうろちょろするなって。サザルカさんすぐバカバカ言うんですもん。サザルカさん一番怖いです。まあ、心配してくれてると言えばね。もうちょっと口は悪いけど、こやつはすぐ興味を持つと走り出す幼稚園児じゃあるまいし。これぞ、え、これで高一なぞバカとしか言えん。いや、高一なんてそんなもんよ。俺も大体そんな感じだったよ。おバカちゃんだった。あ、これ電話。あ、息子もいる。まあ、いいか、電話。メモがある。西通路地下。なんかバロちゃんとのあれがどうなったのか気になるな。ムツクモ。そっか、今回のこのルートはまだムツクモに会いに行ってねえよな。よう、疲れさん。セグラハンは来ないゲームとかは得意なんか。私は炎色型の魔物専門なので直接的に戦うよりはまだ分野ではありますが、ですが謎解きやトラップ的な方が得意なので、こういった対人的なものはあまり得意とは言えませんね。グレーテン様はいかがですか。ワイは半々やな。バス班みたいなバチクソ戦闘民やのうし、かといって頭がごっつー切れるやつにもはかなわんし。なんちゅうか、どっちつかずでの。平均型ってやつかな。強いて言えばできるお方のパシリに回るんが得意やろか。せやからネイビル班は、ネイビル半々はーってなってる。頭キレキレで助かるわ。確かに、あの人は思考能力高そう。で、西通路に行けって言ってたっけ。あ、ミルフィナとネイビルが。特にここも会話変わらんがな。どうなんだろう。バロクロと話した結果何が変わったのかが何とも言えないけど。あ、西通路地下っつってたっけ。先にアズマノとパフィーに会いに行くか。失敗してんね。あのね、グラシ、アズチに何かあると困るからさ。え、あ、触るなってこと。ごめんなさい。グラシ、ごめん、でもあまりこっちに来ないと。めっちゃ嫌われとるやん。私、めっちゃ嫌われとるやん。これはで、これでお姉ちゃんがね復活したのに早速殺されるという始末。箱がある。これ開けないだとどうなんだろう。箱開けるのはやめておきましょう。あ、今時間進んだよね。ちょ待って、多分時間進んだ。開けないパターンもあるんだ。じゃあちょっと見ないでおこうか。あ、だよね、4時間になったってことは、これも一応分岐としての何かなんだ。これでどうなんだ。開けてないけど俺。あれ、進んでる。アズマノが死んでる。え、じゃあまだまだちょっと調べることいっぱいありそうだし、今日は一旦ここで終わるか。このアズマノの死体のそばにグラシカルを添えて今日は一旦終わります。はい、次回はこの続きからだね。結構分岐したんじゃないかな。バロクロに正直に言わないパターンで、さらにダンボールを開けないっていう時点で分岐が始まってるから、ギャラリーもこっからまたちょっとずつ埋まってってくれたら嬉しいんだけどって感じ。あー、でもな、微妙だな。埋まればいいけどって感じだな。はい、それではしゅうやんでした。またね。